森谷陽子の朗読ラジオ言葉の音色。それではここからはトロンボン奏者の村上光陽さんとお話をさせていただこうと思います。村上さん、よろしくお願いいたします。お願いします。今日実はですね、私東京に来ておりまして、光陽さんのねライブを、麻生優作さんとの、はい、ライブを聞きに来たんですけども、ね、お疲れ様でした。いつもねすごいあの素敵な演奏で感動して帰るんですけども、はい、あのライブの、ね、中でも MC でおっしゃってましたけど、トロンボーンの楽器ってあのなんかすごいこう、なんでしょう、人の感情をなんか表せる楽器だなと思うんですけど。